導かれし者、そして思いを同じくする者同士、封じられし我に力を貸したまえ。神々の怒りに触れ、このような目に遭わされてなお何をしようというの。わかるはず、心を同じくする者が。午前4時30分ごろ、月面で発光現象が観測されました。ベルダンディ、この現象は各地の天文台で観測されており、専門家によると。ベルダンディ、ベルダンディを知らない？なんたって一級神非限定クラスですもの、当然よね。私もあんな風に歌えたらな。素敵な恋が見つかればね。じゃあウルドは歌えるっていうの？枯れ木だったのに芽が出てる。すごいな、ベルダンディの力は。声が聞こえたんです。この森や生き物たちともう少しだけ一緒に過ごしたいって、その思いが自らを蘇らせたんです。私はほんの少しそれをお手伝いしただけ。圭一、あんたベルダンディを探しに来たんじゃないの？そうだ、ベルダンディ、今日は少し早めに出たいんだ。わかりました。スクルド、よかったら後で歌の練習をしましょうか。本当？上手に歌うことは素敵だけれど、大切なのは相手を思い愛する気持ちを込めて歌うことだと思うの。その気持ちがあれば大丈夫。はい、お姉さま。嬉しそうだったな、スクルド。私が幼い頃はそばに教え導いてくれる人がいました。私もその人のようにできるだけのことはしてあげたいんです。へえ、俺も会ってみたいな、その人に。はい。お姉さま、行ってらっしゃい。行ってきます。君が来てから三度目の春だ。
不安にもなるか。ったらどうしていつもそうなの？でも本当に自動車部を愛してくれる人たちが残ってくれたってことになりますよね。そうとも、諸君は選ばれし者たちなのだ。共に喜びも苦しみも分かち合い歩んでいこうではないか。我々は君たちを大歓迎する。こういう雰囲気は苦手？大丈夫、あんな人たちだけど根はいい人なんだ。うちに入部してくれたってことはモータースポーツに興味があるんだよね。バイクか車は何か乗ってるの？別に。こら無理だ。貴様、ベルダンディでいながらもう新入部員に手を出そうとしているのか？違いますよ、一人で退屈そうだったから。新人たちみんな緊張してるな。思い出すよ、入ったばかりの頃何をしていいかわからなくて不安ばかりで、そのくせ変な野心ばかりあってさ。大丈夫です、きっといろんなことを楽しい思い出に変えて進んでいく。そんな力を胸に秘めた人たちばかりです。俺もこれからは。ベルダンディ先輩、こんなところにいらっしゃったんですか？今度は先輩の番ですよ。
はい。大丈夫か？大丈夫です。あ、みんなベルダンディ先輩は綺麗で、やっぱいや、なんまかよ。それに料理も上手でスタイルも抜群ときてる。めぐみ、まさに火の打ちどころがないって感じよね。大切にしなきゃダメよ。こら、お前バイクだろ、よこせ。先輩、私、中学生だとか実人だとか幼児みたいだとかいろいろ言われてますけど、誰もそこまで言ってないよ。言ってます。わかりました。それではお見せしましょう。何がわかったんだ。ねえ、どうでしょうか。正気に戻れ、風川。春ももう終わりだね。来年も再来年も10年後も何度でも圭一さんと。はいはい、せっかくいいところだったのに。はい、森里です。お久しぶりですわね。あら、わざわざ連絡くれるなんてどうしたの。願い事なら間に合ってるわよ。そんなことでいちいち連絡はいたしませんわ。あら、そうね。何？月の牢獄から永遠の封印を受けていた男が何者かの手引きで脱獄してしまいました。もしかしたらそちらに現れるかもしれないとの警告が出ています。こちらでも何のことか。涙もろいところは昔と変わらないね。でも綺麗になった。以前よりずっと。ゲイジさん、紹介します。こちらは私の恩師でセレスティン。私が小さい頃から一級神となるために長年教え導いてくださった方です。どうも。こちらは森里圭一さん。地上界で一緒に暮らしている人です。こちらにはどのようなご用で。それとも私に会いに来てくださったんですか。あの時いきなりいなくなってしまって。
一体今までどこに。私やはり何も覚えていないんだね。私は君を迎えに来たんだ。セレスティン！グルド！あんた、よくも私たちの前に姿を現せたわね。君も変わらないな。ベルダンディから離れなさい。ウルド、この人は。どきなさい。やめて、ウルド。君は彼女をとても大切にしていたんだね。だけど私はもう一度あげたいんだ。道を選ぶチャンスをベルダンディに。ウルド！ベルダンディが目を覚まさないんだ。ベルダンディ、第6サテライトより侵入、ものすごい速さで進行しています。ゲートに接触、突破されます。何ですの？現在解析中。レベル4、自己診断シークエンス。緊急プロテクトは？ダメです、効果ありません。あー、ダメだわ。この進路ですとウイルスはメインシステムへ向かっていると思われます。第6サテライト能力 20% 低下。慌てないで。エレは基本プロトコルを解除して、 X はウイルスの進路をシミュレーションしてそのラインを封鎖。クロノは障壁に封じたウイルスの除去に回って。分かりました。脱走者が何のために。一体何があったの？こっちが知りたいよ。砲術をかけられたみたいだわ。なんとかしてあげないと。やってみるわ。あいつは一体誰なんだ？ウルド！もしもし？もしもし？聞こえる？ベルダンディのネットワークを使ってウイルスがシステムに侵入してきましたわ。何が起こったんですの？例の男が接触してきて、その時に仕掛けていった。今はネットワークを切断してこれ以上の侵入を防いでいる状態ですわ。じゃあベルダンディを連れて帰って治療することも？今は無理ですわ。感染者とは接触できませんから。応援。侵入したウイルスを除去するまではこの電話回線を確保するのが精一杯ですの。私たちもできるだけ早く済ませてベルダンディの治療に当たりますわ。その間にあなたたちに犯人の行方を追ってほしいんですの。簡単に言ってくれるわね。あなただから頼んでますの。幸運を祈ってますわ。厄介なことになったわ。私、天上界に戻って誰か呼んでくる。あ、ベルダンディ、よくないのかい？どうやら私たちの手には負えないみたい。なんでゲートが開かないのよ！ゲートは今封鎖中よ。彼の砲術がどんな影響を与えているのか目を覚ましてみないことには。わからないわ。
ベルダンディ。私、お助け女神事務所のベルダンディと申します。あなたの願い事を叶えるためにやってまいりました。ただし一つだけに限りますけど、一つお尋ねしたいんですが、どうして森里さんのお家にスクルドがいるんですか？それにウルドまで。だってお姉さまはケイチの願い事を叶えに行って、そのままずっと帰ってこないから。私がここで森里さんにお会いするのは今日が初めてよ。私たちはあなたのようにお困りの方々を救済するのが目的です。どうぞおっしゃってください。ウルド、もしかして。記憶がなくなってるみたいね。意図的にケイチの記憶だけを消されているらしいわ。誰が記憶喪失なの？もうお姉さまのことよ。ケイチも何とかしなさいよ。お姉さまのこと好きなんでしょ？わかった、こうしよう。願い事にベルダンディの記憶を取り戻してほしいってのは。よくわかりませんが、やってみますね。システムが反応していないようですね。ちょっと連絡を取ってきます。実はね、ユグドラシルにトラブルが起きちゃって、連絡や往来ができないってさっきペイオスから言われたのよ。だからしばらくここに留まってくれって。そうだったの。すみません、大きな願い事は叶えられないみたいです。でも私にできることでしたら何でもおっしゃってくださいね。ああ。これもダメだわ。なんて手強いのかしら。でも次のがすごいわよ。記憶回復マシンリメンバー2号よ。今度はいけそうかい？任せといて。この私にかかれば記憶なんて一発で戻してみせるわ。もう26発目よ。いいの。スイッチオン。どう、お姉さま。思い出しました。私まだ名刺を渡していませんでしたわ。はい、俺そろそろ大学へ行くよ。来週のレースキャンセルした方が良さそうだ。私もご一緒してよろしいでしょうか？森里さんが通っている大学ってどんなところか見てみたいんです。きっと素敵なところなんでしょうね。いや、それほどでも。素晴らしい先生と出会い、自分を磨いてゆく。私の先生もとっても素敵な方でしたわ。でもその人は今はどこか遠いところへ出かけてしまいました。できるならもう一度お会いしたい。報告します。脱走者は地上界に滞在中のベルダンディと接触。彼女を介して侵入したウイルスは侵攻と破壊を繰り返し、ネットワークに拡散、8% の機能低下が見られます。
現在はダミーシステムに障壁を設けて侵入を防いでいます。遠ざをしのいでいる間にユグドラシルのウイルスを除去、全システム復帰次第ベルダンディとダミーシステムを接続、本体を除去します。承認する。だがもしもの時はワクチン投入もあり得る。そうならないことを望んでいる。はい。以上。あの、今回の事件に関する犯人の情報提供を願えますか。わかった。特例措置としてアクセス権を承認する。わかりました。機密ファイル10948にアクセスします。ヘイオーストの接続を確認。あれはベルダンディ。なぜベルダンディが。何かの撮影かな。あの、何でしょうか。お願いがあるんだけど。お決まりになったんですね。その格好は目立ちすぎるんで、もう少し普通の服に着替えられないかな。せっかくの願い事がそんなことでよろしいんですか。わかりました。これはサービスしちゃいます。あ、ちょっと待った。ダメだよ、人前で砲術を使っちゃ。そんな願い事で。そうじゃなくって、君が女神であるってことがこの世界で分かっちゃうとまずいんだ。そうなんですか。だから人前ではなるべく使わないって。これはお願いじゃなくて決まり。はい、わかりました。ここなら人気がないから、その服を変えてくれるかな。はい、うん、なんだよ。ケイチはこっち。着替えました。え、こんな感じでよろしいでしょうか。そうじゃなくて、こうですか。いや、もっと大学生風の。これではどうでしょう。違う。やれやれ。さてと。ベルダンディ先輩が記憶喪失。すぐ戻るとは思うんだけど。それじゃあ来週のレースは誰が。おい。はーい、準備はできてるかな。困ったわね、レースまであと6日しかないのよ。混合レースだから誰でもってわけにはいかないし。ソラちゃん出てみる。無理です。ベルちゃんの代わりね。私が出ましょうか。え？乗り方は？この前見たから大体は。あんな感じだよ。パッセンジャー次第で早くも遅くもなる。それがこのサイドカーの楽しいところさ。つまりドライバーはパッセンジャーを信頼してアクセルを開ける。私のことも信頼すると。そういう乗り物だからね。はい、森瀬さん。ありがとう。二人がどんな風に走るのか楽しみです。きっと素敵なんでしょうね。そうだね。森里君、始めるわよ。年長のチェック忘れないでね。はい。
行くよ。今以上に走れるようになるのよ。ベルちゃんやモルサト君のようにね。それは恋人同士ってこと？私たちは二人に近づくことが私たちの目的と何の関係が？君は二人に絶えずついていてくれればいい。やがてその時はやってくる。それでどうなると？君の願いを叶えるためでもあり、私の目的を果たすためでもあるんだよ。流れる。ごめん。どう？一進一退ですね。かなり奥の方まで完成してますし、下手に触れない部分が多くて。それとこれを見てください。ウイルスの行動パターンのリズムがベルダンディの波長とリンクするんです。そう、どうもここが鍵のような気がしますね。ベルダンディのパスコードを簡単に盗んで、しかもこんな高度なウイルスを仕掛けるなんて。エイオースは知っているんですか？犯人が何者なのか。プロテクト付きで教えてもらいました。名前を知られてはまずい身分の人なんですね。ベルダンディに関わりのある人ですか？プロテクトがかかってるって言いましたわよ。とにかく犯人の目的がはっきりしないにせよ、ユグドラシルには絶対に侵入させちゃダメですわ。はい。無茶したわね。焦っても仕方がないでしょ。
まずかったと思ってるよ。素直に普段の自分を見せてあげれば。あなたたちどれだけの時間を一緒に過ごしたと思ってるの。こんな時こそ信頼し合うのが恋人同士ってものでしょ。ああ、あ、この匂いは。お姉様、これは。朝ごはんを作ってみたんだけど、いけなかったかしら。そうじゃなくて。わ、なんだこれは。何かのお祝いか。いけませんでしたか。いや、そんなことは。このご飯を全部食べないとお姉様は一生圭一のことを思い出せないかもしれないわ。あの、お腹が空いていなければ。いや、ちょうどよかった。お腹が空いてたんだよ。おお、みんな俺の好きなものばかりじゃないか。いただきます。どうですか。うん、おいしいよ。ベルダンディの味だ。うまいうまい。ほ、うん、やっぱりバルブか。千尋さんに聞いてみるか。この世界で過ごしていたんですね。二人で楽しそうに笑っている写真を見て、今の森里さんの笑顔が少し寂しそうに見えました。人を幸せにするのが私たちの役目なら、それは悲しいことです。だから森里さんの笑顔が見られるように頑張ってみます。あの写真の中の私たちが本当なら、もっとあなたのことを知りたい。え、事故っちゃったの。俺の不注意で。なんだか幸運の女神に見放されたみたいね。今度のレースキャンセルする。その方がいいと思います。あの、私にできるのであれば、そのレースに出させていただけますか。練習もします。ですから。本当に乗ってくれるの？千尋さん、やっぱりレースに出ます。今の二人でできるレースをしてみたいと思います。だから。分かったわ。でも勝負を捨てたわけじゃないわよ。あなたたちなら勝てるって信じたから。だから二人に任せるのよ。ちょっと、森里圭一がどこにいるか知らない？誰それ、知ってっか。知らないな。ならいいわ。ちょっと、人に物尋ねといてそりゃないだろう。ねえ、お茶でもさ。もう用はないわ。流体の流れを表す何か。イヒズーヘアイデンコルトリングフューラーフンダートン。なんだか楽しそうだね。アイデンブラウト。いや、これからあの子に乗ると思うと、なんだかワクワクして。前置詞は動詞などと同じように一定の角の名詞を要求することになる。これを前置詞の隠し合いという。モルガン、早く席に着きなさい。あれじゃ怒られちゃうよ。探したのよ。え、話がある。
私もレースに出してほしいの。え？どうせその人レースに出られないんでしょ。そのためにこれから練習を。きっとするだけ無駄よ。それはやってみなきゃわからないよ。たとえ記憶がなくたってベルダンディはベルダンディなんだ。じゃあ彼女と私とどっちが早いか確かめさせて。で、なんでソフトボール部の私が呼ばれるわけ？峠のクイーンなんだろ。少し付き合ってくれよ。まだ治ってないんでしょ、ベルダンディ。まあね。これと同じようなことが以前にもあったような気がするんです。たくさんの人がいて嬉しくて、そして私の隣にはあれはあなたなんですね。もうちょっとだったのにね。息が合った時のあの二人にはかなわないわ。以上あの二人に近づきたくない。なぜ嫉妬している？嫉妬？そんな気持ちはあの時に捨ててしまったわ。じゃあそれは何だ？知らないわ。こんなことで新しい世界なんてできるの？彼女の愛するという気持ちが新しい世界への扉を開く。彼女はそれを持ち始めている。君の気持ちが揺れているのと同じように。森里さんと私の間に流れていた時間が少しだけ感じられた。でもまだほとんどの記憶が霞の中。ただ蘇ったこの思いは、もっと知りたいこの気持ち。私の中に眠っているもう一人の私。少しずつ思い出してるみたいなんだ。ベルダンディは何をされたんだ？私にも詳しいことはわからないわ。でも記憶を消されたわけではないことは確かね。天上界であっても記憶を消すことは誰にでもできることじゃない。いくらセレスティンでもそこまでの力は持っていないわ。だからあなたがきっかけさえ与えられれば心の扉は開くはず、きっと。私が森里さんのことを忘れてしまったのはセレスティンのせい。なぜそんなことを。
よく来てくれたね。どうして私の記憶を隠したんですか？あなたはそんなことをする人ではなかったはずです。あの、全てが凍りつく静寂な世界に魂をつながれ、その孤独に全てを見失いかけた。そこから見える青く美しい星にお前の存在を感じ始め、それが閉じかけた私の心になさねばならぬことを思い出させたのだ。天上界はお前と私に何があったのかを封じてしまった。今その全てを見せよう。そして私がなそうとしていたことを、真実を思い出してほしい。見なさい、ベルダンディ。あれは？裁きの門の言い伝えは知っているね。はい、あれが裁きの門のモデルになったものですか？モデルなどではないよ、本物だ。住む世界の異なる者が愛し合うようになった時、その愛をここに来て試されることになる。二人はこの門をくぐらねばならず、その心に疑いや偽りがあれば、二人は引き裂かれ、二度と会うことはない。偽りがなければ神の祝福を受ける。しかし、この門を無事にくぐり抜けた者はいない。あれは人々を試し、世界の融和を阻むために存在している。じゃあ…神々は人々が生まれた太古から様々な方法で試してきた。神の創造したシステムはあらゆるものに対し、住む世界を分け、役割を分け、それらを管理している。その者たちの苦しみに天上界は見て見ぬふりをし、試し選ばれた者のみに道を与える。この世に生まれた者たちの悲しみの声が私の心に深く突き刺さる。私はその差別を取り払い、救いの手を差し伸べたい。そのためには新たなる体制を作り出すしかないのだ。見よ、これはまさしく神が作り出したもの。私はこのようなものを生み出すシステムが許せないのだ。私の天上界現体制に対する意思の表明だ。私と共に来てほしい。君の助けがあれば、弱き者たちの願いはきっと叶えられる。全ての人々に平等を、多くの苦しむ者たちに救いの手を差し伸べたいのだ。
天上界最高評議会の末席に位置する者がまさかユグドラシルに向けて反乱を起こすとは。しかも時の守護神の自我崩壊まで追いやってしまった。犯した罪は生らかなことではあがないのさ。セレステそのもの肉体の形成能力を凍結、魂を第十七種非生命体に封印、月面に投獄する。我々としては最高維新の一人であるメルダンディを失ってしまうわけにはいかない。これらに関する一切のことは重要機密として封ぜられ、以後触れられることはないだろう。久しぶりね、メルダンディ。預かってきたものがあるの。これを飲めば嫌なこと全部忘れられるから。しなくてはいけないことがあります。セレステ様、急なご用向きで遠方に立たれたとのことです。また同じ過ちを犯そうというの？君なら私の考えを最も理解し望んでいるのではないのか？私はそんなこと望んでないわ。ベルダンディ、そこをどきなさい。
辛さに負けてあなたを心の奥底に閉じ込めてしまっていたのね。その悲しみを私にちょうだい。そして今の私の全てをあなたに。一緒に未来へ歩き出しましょう。あとは神たちが手を下してくれる。それで終わりなのね。いや、始まりだよ。これで一安心ね。三人もの女神に手当てしてもらえて、ケイチは幸せ者よね。姉さん、いろいろ心配かけてごめんなさい。あなたももう休みなさい。ごめんなさい、私があんな砲術を使ったせいで。ねえスクルド、すべてが終わったら天上界に帰りましょうか。私、森里さんに辛い思いをさせるばかりで何も。ケイチは、ケイチは全部覚悟してると思う。それはケイチのことを忘れてしまう前のお姉さまもきっと同じ。地上に来てからいろんなことがあって、いろんな人に出会って、お姉さまのそばにはいつもケイチがいて、二人とも幸せそうに笑ってた。負けないでお姉さま、全部思い出せば元通りになれるから、必ず。ありがとうスクルド、私頑張る。頑張って本当の自分を取り戻すから。お姉様、大丈夫、砲術の使いすぎで疲れてるだけよ。あんたも、はい。本当の自分、人々の幸せを願う自分、それはセレスティンが思い出させてくれた。今の私は、私の願いは。そうか、ありがとう。じゃあ部室に寄って帰るから、あとよろしくな。あの、たとえ記憶がなくなっても二人の仲は変わらないですよね。
ああ。モルガン、この血はどうしたんだ？あなたは大丈夫みたいね。そんなことより自分の心配をしなきゃ。いいの？医務室に行こう。私のこと気になる？そんなこと言ってる場合じゃないだろ。早く。軽く手当てしたら病院に。やっぱりひどいじゃないか。ごめん。私好きな人がいたの。でも無理やり別れさせられて。あなたたちを見ているとおかしな気分になる。私ができなかったことあなたたちなら乗り越えてしまうかもしれない。そんなのは許せない。だったら私たちは何だったの？だけど私のやろうとしてることは正反対だわ。まるで協力しているみたい。どうして？何のために？わからなくなってきた。モルガン、この世界が変わったら私のことを好きになってくれる？私の夢を叶えてくれる？よくわからないけど君は辛かったんだろう。だけど君が欲しいのは形じゃないだろう。どうせヴェルダンリーはセレスティのものになるわ。そしてあなたは一人。何を言ってるんだ。もうすぐ世界は変わる。そのために来たの。そしてこれが新しい私。影響が出る前にヴェルダンディにワクチンを使用します。はい。ヴェルダンディ、そんなの危険すぎるわ。だってそうでしょ、成功する確率が 16% しかないのよ。そりゃ今のお姉様とケイチを見てるのは辛いわよ。でももし失敗したらケイチのことどころか私たちや天上界全ての記憶を失うのよ。そんなの絶対に嫌だ。ったらこのままでいさせてほしい。ワクチンってあれでしょ？そうよ。ウイルスには抜群の効き目があるけどかなりの高確率で副作用が出る。じゃあやっぱり白紙になるわ。あまりにもリスクが大きいから。もう何百年も使用されていない治療法なの。
モルガンがセレスティンの仲間だったんだ。彼女なら君の記憶を戻すことができるかもしれない。だからそんな危険なワクチンを受けなくても。私ワクチンを受けます。ベルダンティ、モルガンと森里さんキスしてましたよね。あれはごめんなさい、そういうことじゃないんです。ただ自分の感情が抑えられなくて不安で心が張り裂けそうになって逃げ出してしまった。森里さんの願いを叶えるためにここに来ているのに、私だけ好きになってほしい、そんな風に願っている醜い自分も私の中にいるの。こんな私でも好きになってくれますか。そんな君だからこそ。ありがとう森里さん、私かけてみます。たとえ 16% でも本当の自分を取り戻せるなら。たとえ俺は二人の思い出が全てなくなってしまっても、たとえ離れ離れになってしまっても、もう一度出会ってやり直してみせるよ。何度でも、何年かかっても。ありがとうございます。ワクチンスタンバイ、アクセス券フェイオースに渡します。必ず成功させてみせますわ。あまねく闇を切り裂き、横島なる明日を吹き払い、大地に風を呼び戻す者よ。ベルダンディと接続。その希望の光を持て、過去と現在と未来の狭間に木陰を落とす。大樹に救う者を闇へと返せ。ウイルス本体発見しました。これがウイルス。シュベルトでレーマン来た。どうしたんですの。ワクチンがウイルスに食われて別のプログラムに書き換えられています。しまった、これが目的だったの。どうした、大丈夫。
利用したの。ベルダンディの心の動きと、それに加えられるワクチンで、ユグドラシルシステムの障壁を破るプログラムを育てた。あんた、そんなにしてまで。全ては閉塞された世界を打ち破るためだ。覚まし、ベルダンディ。その時がやっと来たんだよ。セレスティン様が千人教師になられるなんて喜ばしいことですわ。彼女は天上界にとって大切な方です。美しい心の持ち主に育ってもらいたいものです。ベルダンディ様、ベルダンディ様、どうなさいました？まあ、ベルダンディ様ですわ。はじめまして、ベルダンディ。私がセレスティンだ。はじめまして、セレスティン先生。どうしたんだい、泣いたりして。小鳥。先生はいらない。セレスティンと呼びなさい。大樹にわたる希望の光とともに、巣立ちの日まで共に歩むことを、我セレスティンの名においてここに誓わ。見つけたよ、ベルダンディ。出ておいで。見つからないのに、セレスティンにはすぐに見つかっちゃう。どうしてかな。それは私がいつもお前のことを考えているから。お前の考えていることは何でもわかるんだよ。だからどんなところに隠れていても、私にはすぐに見つけ出すことができるんだ。あのね、この木さん、なんだか元気がないの。ねえ、直してあげて。それよりも、お前が歌を歌ってあげ。お歌？そう、この木が元気になるように心を込めて。うん。ラー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 
眠ってしまったのかい？早く大人におなり、ベルダンディ。長きにわたりご苦労だ。よくぞ美しく優しい女神に育ててくれた。これより彼女はお助け女神事務所に着任し、あらゆる世界のことを学んでいる。世界は苦しみと悲しみで満たされている。目にする多くのことにお前は嘆き傷つき、お前を無垢なままにはしておかないだろう。世界は生まれ変わらなくてはいけない。森里さん、私きっとあなたのことを思い出してみせます。わかるかい、ベルダンディ。私だよ。わかります。あなたは、あなたは、どうしてこの木が地上界に？君のおかげでやっと見つけたんだよ。この木に詰まっているエネルギーが、それまで越えられなかった天上界の壁を乗り越えるだけの力を与えてくれる。もう誰も苦しまなくて済むんだ。モルガンも、そして君も。幾多の時を経て成長してきた地上界の生命は、きっとそんなこと望んでいません。みんな生きるため、成長するために努力しているからこそ輝き、たとえ老いてゆこうともその中で喜び、悲しみ、愛し合ってゆくんです。そんな輝きを地上界でたくさん見てきました。あなたのは、ただ時計の針を進めるだけの成長でしかありません。神が地上界に君を送り出したわけが分かったよ。しかし、この世界に生きる者たちの中にはびこる病や死までをも愛せるというのか。地上界の生命がそこまで進化するのに、これから先何千何万年もの間犠牲者が現れる。私はそれを見続けることはできない。そんなに私は待てない。私の気持ちが、あなたにだっていつか裁きの面が目の前に現れる時が来るわ。あなたはくぐれるの。彼を失わないって自信があるの。お互い信じ合えるのなら。私も森里さんも自分たちの力で生きていきたい。たとえ世界は分かれていても、その思いはみんな一緒のはず。私は非限定一級神ベルダンディ。この世界の生命たちの誇りと尊厳のために。セレスティ、
必ず止めます。とは言ったものの、こうなったら空を駆け大地をどよもし大気を振るう雷鎚の精霊よ、その最も大いな力が国境周辺に最大級の攻撃艦が出現。雷鎚となりて我が手に集え、万物を打ち砕く力よ。なぜ人々に試練を与えるのか。我々はそれらを導いてやるのが使命ではないのか。セレスティ。ベルダンディ。一級神としての命令です。このプログラムを停止させなさい。私の考え方が間違っているというのか。やり方が間違っているんです。これだけの高エネルギーを地上界の生命に与えたらどんな影響が出るか分かってるんですか。他に方法がないではないか。神が世界をそう設定した以上、私は力でしかこの世を変えることはできない。人々が平等に幸せになる、そう願っているのはベルダンディ、お前のはずだ。神の過ちを私は正そうとしているだけなのだ。違います。裁きの門が現れてる。数値がどんどん上がっていきます。かなり危険な状態です。ユグドラシルの回復はまだ時間がかかります。いやー、全然効かないの。それなら、もしもお互いの信頼が少しでも欠けていたら、君は彼を失うことになるんだよ。私は君が悲しむ姿を見たくない。やがて生まれる新しい世界でなら、そんな心配もなくなる。そこからは君の存在が必要なんだ。新しい息吹を導く象徴として私のそばにいてほしい。証明しようとしているのだ。現状のシステムでは高エネルギーの流出を食い止めきれません。ユグドラシル回復率 4.78%、 高エネルギー流出 30% オーバー、回復率 5.0%。
0.02% 5.06 0812。エレン、全ての回線を停止。実行中のプログラム強制終了。ユグドラシル、一級神ペイオース確認。確認しました。グングニール発動命令。命令受諾しました。照準。照準します。それではセレスティンが。ロック解除します。プログラム停止後、天井界すべての機能を使ってエネルギーを回収します。解除確認。私たちにはもうこれしか残されていない。神が作りたかった世界を今目前に見せようとしているのになぜ止める？なぜ犠牲を払ってまで時間をかけねばならない？ベルダンディですらその犠牲者になるのだぞ。お前たちも力で時代を守ろうとしているではないか。セレスティンを倒して。ベルダンディ、どうして全てを力で解決しようとするの？私たちの力は愛する者を守るためにあるはずです。たとえこの身が砕け散ろうと私の命に変えても。ベルダンディ、俺には何が正しいのかなんてわからない。でもそれがどんな世界でやろうが、ベルダンディのいない世界じゃ意味がない。あんただってそうだろ。思い出せ、ベルダンディの中で見た希望の光を、自分が時間を積み重ねてきた世界を、育てた希望を。たとえ神を敵に回しても、俺は君を守り続けるよ。私の大好きなケイチさん。セレスティ、俺に力を貸してくれ。裁きの門、セレスティンが教えてくれた。俺たちここまで来たんだな。そうだろう。はい、ケイチさん。なぜ、どうして私が今更ここでどうしろというの？愛すべき人もいないというのに。あなたたち、この門が何なのか知らないわけじゃないでしょ。ああ、少しでも君の気持ちに偽りがあれば、二人は離れ離れになるってことだろう。俺の中にもベルダンディの中にも不安はあるさ。それでもこの手は離したくない。一緒に生きていきたいって思うんだ。だから俺は。
これでは答えになりませんか。人には壁を乗り越える力があること、きっとみんなが分かっていたわ。自分は信じきれなかったこと、裁きの門がなくてもいつか離れ離れになる日が来るのを恐れ続けていたことも。でも本当に大事なのは今を生きること、未来を信じること。あなただったら、いいえ、あなたは私が過去を映していただけ。私はここに残ります。もしまたここに恋人たちが現れた時は、あなたたちのような人がいたってことを伝えてあげるために。どうすることもできないのか。ケイチさん言いましたよね、最後まで諦めないって。行ってきます。ウルド、スカラド、お姉様、あ、よかった。姉さん心配かけました。よく戻ったわね。でも、もう助けられないの。いいえ、この世界はそんなに弱くはありません。精一杯生きようと、未来へ進もうとする力に満ち溢れている。あとは私たちができる限り応援してあげればいい。愛する者を思いやり、愛しいと感じることが私たち女神の力になるのよ。私たちも同じです。人を慈しみ思うことも、過去に学び今を懸命に生きることも、いつしか素晴らしい未来へとつながることなのだと思います。天上界の意志は私のわがままを許し、こうして圭一さんのそばにいさせてくれます。それはあなたが望む世界の入り口に少しだけ近いような気がするんです。
私は圭一さんを生み出してくれたこの世界が愛おしい。君たちは天上界が示した最初の一歩なのかもしれないな。私は良い師ではなかったが、世界は君を素晴らしい女神に成長させてくれた。そう思っていただけたなら、それはあなたや圭一さんやたくさんの人たちのおかげです。泣き虫なのは相変わらずだ。ありがとう、ベルダンディ。最後に君の歌が聴けてよかった。君の幸せをいつまでも祈っているよ。セレスティンは本当に素敵な私の先生でした。うん、終わったんだね。はい、ただ一つだけウイルスによる障害が出てしまいました。え？圭一さんとの契約が失効されてしまいました。ですから新しく一つだけ願い事を叶えて差し上げられます。そんなの決まってるよ。あらあらあら、まあ、めでたしめでたしってところかしらね。私もお姉様のように素敵な恋愛がしてみたいな。100年早いわよ。